こんにちは、アートマンの小菅美幸です。本日のゲストは、尼崎を拠点に未来の子どもたちのために環境に優しい防水剤、シーリング剤をの販売施工されている株式会社ビルティさんを経営されている尾上直子さん、ご紹介します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回最終回ということで、尾上さん自身のお話をお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、なんか仕事っていうと、まあ、職業の方に偏ってしまうかもしれないんですけど、はい、家庭ももちろん、ね、お仕事の一環というか、いろんなことが仕事だと思うんですけど、はい、その全てをひっくるめて尾上さんだと思うんですね、はい、でそのひっくるめて一人の人間としての自分に対する自信っていうんですか、はい、私はこれに対して自信を持っているっていうのを、はい、ちょっと お聞かせいただきたいなと思うんですけど、自信っていうか、うん、あの子供を産んだのが遅くて高齢出産なんで、あの子供に対してああもうこんなもんだろうって結構おばあちゃんに近い視線で見れるっていうのと、まあ自分もずっとこう外に出ていろんな若い子とお話しする機会も多かったんで、あ若い子はこう考えるんだろうなっていうことがあるので、こうしなさいやらしなさいっていうよりも、もうはいはい分かりましたって、よっぽど悪いことしたり人に迷惑をかけたらいけないとか、うちの中のルールがあるんですけど、それがなければそんなに怒ることもないです。だそのイライラするっていうことがですね、あの本当に少なく済んでるかなっていうのは、まあ年いって生んだメリットなのかなと思います。もともとそういう自分に対する、まあ、お子さんを産む前とかでもその、まあ、10代20代の頃っていうのも意思があってこう自分に自信があったっていうことはあったんですか？いまだに全く自信っていうか、どの分野に対しても自信は全くないんですけど。あ、そうなんですね。自信じゃないけど、粘り強さっていうのはやっぱりそういうこう自分の中で、自分一人だったらとっくに諦めてるかもしれないですけど、周りの人のその助けてくれた人の信頼を裏切りたくないとか、そういうこういろんなものがくっついてぶら下がって、がんじがらめにはなってないんですけど、もう仕方がないもん仕方がないだろうっていうのも、やっぱりいろんな人がもっとこうできるんじゃないの、できるんじゃないのとか、こうしたらいいよって言ったらそれに応えたいなって思うんで、自分の全力でそこは応えれる努力をしようと思います。だから自信では全くないです。でも一人じゃないっていうか、こう支えてくれた方に関してこう、まあ、対して感謝の気持ちがあるっていうのがやっぱり支えとなって、まあ、私は自信に聞こえるんですけど、その周りの方がいてるっていう安心感が、なんかこうすごくキラキラさせてるというかそういうのすごく感じますよね。一人じゃないってすごい心強いですもんね。